ってんのかみんなのためなのか。デイビッド・キング・レオです。アレッサ・ニトロです。デイビッド・キング2・クリオネです。レベル6です。まだレベル6 さあ頑張るよ。ただ衣装がね一緒なんだよね。衣装が一緒。どっちが本当のデイビッド・キングか決めようぜ。ニトロは50。この世界にデイビッド・キングは一人でいいんだ。ニトロは DVD のアレッサめっちゃ好きなんで、タイプですね、顔が完全に。アレッサ欲しい。そのためにアレッサを最近やっと育て始めてた。それまで温めてました。アレッサ欲しい。わあ。あれ。なんくるないさ。なんくるないさ。もう来ちゃった。なんくるないさ。割ってくれたら警戒で見れるんだけどな。あ、見えた。誰だ？なんくるないさ。ここか。稼ぐぜ。お願いします。直します。直しました。いや。何？板割らないだと。割ってほしいな。見えんのにな、割ったら。ちょっと。偏っちゃうかな。怒ってる。怒ってる人？うん。ああ、だからでかかったんか。怒って影が俺を追いかけるのをやめた。危なかった。気をつけてねみんな。はい。怒ってる人ですね。怒ってる人です。え、怒れんの？怒るよすぐ。あれ血吸ってないのに。やば。怒っちゃうの？ただめっちゃ回るよこれ。このまま行ったらエンジン回りますよ。お？怒っちゃやよ。怒っちゃやよ。体でけえから目立つよ。ナイス。お、ナイス。ちょっと暇なんで私はトーテムの方を破壊させていただきます。お願いします。ニトロは2つ目のエンジンを直します。直し終わります。じゃあそっちに、キラーを差し上げます。差し上げ、はい。2つ目終わりました。もう真新しいパーツ持ってきたんで激早。結構すんなりだね今回。なんかあんまりキラーさんがアグレッシブじゃない。怒ってるよ。キラさん怒ってますよ。逆転劇あるからね。あ、バレた。兄さん、あ、兄さんエラ近いところで殴られたのかな。トーテム破壊しちゃってね、見つけたら。あー、光ってないトーテム破壊します。この世からトーテムを破壊しよう、すべて。このトーテム破壊する時のデイビッドワード使えた声。トーテム破壊するときになんでこんな声出すんだろうな、こいつら。痛いんかな。破壊行為は全部声出しちゃう。つい、こんな危機的状況なのに。くせ。あ、巻いた。逆に発電機は声出さないけど、発電機がうるせえっていう。いや、巻いてないっすね、兄さん。来てるか。巻いた気になってる。怖い。あら、怒ったんじゃないこれ。クリオネが進化させましたね。バラしちゃった。クレーンさんが直したやつ直そうかな。直して。直します。あ、ナイスです。怒った。オッケー、直った。入った。死刑な出口。あれ、俺今日全然何もしてねえな。これポイントもらえねえぞ。この怒りを沈めないとね、ワンパンよ。兄さんもしかして出口に走ってません？もうすごい勢いで。巻いたっすか。兄さん、じゃあそのまま出口に来てください。僕回復させますわ。あ、アレッサがすごいドアップ。いいよ、これ出口。
開けた瞬間走ってくんじゃねえか。兄さんこっちっす。ちょっと今日引かれないっす。今日兄さん引かれないっす僕。違う方の出口に来ちゃった俺。やっちまった。でも近い近い。ららもう近いはず。開けましょう。もうずっと追っかけてきてるよ。僕あれしますわ。壁なりますわ。壁なります。あれさえ切られとってくださいよ。あれさえ終われば。来た来た。オッケー。来たよ。オッケーオッケー。オッケー。もう一人もやられた。僕こっち開けます。こっちも開けますわ。来るかなこれ。来てるやん。オプナ来てるやん。全然来てるやん。こちらトーテム破壊します。オーニさんこちら危ない。オーニさんこちらよ。うわあ、兄さん兄さん下がってください。うん、今金髪のお姉ちゃんと一緒にいるよ。あれじゃあ俺が追われてんのか。相変わらず会いたい。こっち空いてるからね、ニトロさん。ニトロさん、これ多分地下に釣られるんで、一回逃げます。やばいやばいやばい。怒ってる。怒ってるよ。時間ないよみんな。金髪の姉ちゃん。怒ってます。助けて怖い。地下は嫌。地下だけは勘弁して。地下だけは勘弁して。金髪の姉ちゃん直すわ。怒ってる怒ってる。あやばいやばい怒ってる怒ってる。待って俺これ脱出できなくなるんじゃん。これ直し合ってる。デイビッドキングが直してる。不器用ながら直してる直してる。レベル6の治療。巻いた巻きました。よし。あー直してもらってる。あ俺も直します。あれ痛い。直しよう。アセルフケアなってる。ギリギリでラインギリギリで。あ、時間がない。あ、やばっ。あちょっと待って。ちょっと待って待って待って。時間がない。あ、やばっ。ちょっと待って。ちょっと待って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 。ちょっと待って待って。今どうなった？2人。いや、時間見てなかった。時間見てなかった。2人綺麗に2人綺麗に かろうじて反射神経で俺入ったけど。反射神経やばすぎでしょ。やばいよ今の。直してもらってる側は待つことしかできないからね。今のマジでショックは。3人危なかったね。どうせだったら仲良く3人でやりたかったわ。まあでももうほぼ脱出したようなもんよあれは。うん、頑張りすぎ。キラーさんからしたら謎でしかないからな。あでもあれあそこで刺さんねや知らんかった。ねえ、あの出口からさらに外行かなきゃいけないのか。勉強になりました。勉強になりましたね。まあでも仮脱出っていうことで。ほぼ脱出。仮脱出。はい。はい、じゃあ次は正々堂々脱出しましょう。はい。1S でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。